べてた今。うん、めぐり7月7月、部屋3カ所巡ります。今すでに2カ所は行ってきて、南城市のパン屋さんと早丸町のパン屋さんに来ました。次は富城行くんですけど、その前に今買ってきたパンのうち一部食べます。腹ごしらえ、うん、自分がまず食べるのは1軒目に行った源屋のパンで、店長おすすめって書かれたメロンパン、今日は珍しくおすすめを買いました。あんちゃんが食べるのはベーカリーアデモック、米田コーヒーのパン屋さんですね。カスタードアーモンドカスタード忘れた、実食。うん、中は何も入ってないかな。じゃん多分あと1個のがバターって書いてあって、ずっしりってば、うん、軽いよこれ。食べます。めっちゃ喜んで、ね、サクじゃない、中が、うん、周りだけ食べたらカレーパンみたいぐらいサクサクしてる。サクサクなの。アーモンドじゃない、シリアルって書いてある、ね、コーンフレーク。誰好きと思って食べてみて。食べてみてよ。メロンパンってこうだったって思うぐらいさ、超柔らかいんだよ。うん、サクチタン、うん、うん、ね、うん、メロンパンこんなだったって思うね。軽いね、うん、でも物足りないかな。これが本当のメロンパンかもしれん。いい音するね。もう一個の方が良かったかもしれない、バターなんとかね。これは油だね、揚げパンみたいになってる、うん、だからこんなカリカリ。食べかけで申し訳ないけどクリームめっちゃたっぷり、柔らかいってよ。表面はあのメロンパンと同じサクサクしててさ、中がめっちゃ柔らかいね。メロンパン食べたいけど、うん、あのずっしりしたのは嫌っていう人はさ、いいかもしれない。あ、取ってたんだって忘れてた。うん、うん、あのメロンパンのこの上の部分だけ好きな人。サクサク？うん。このバターも食べてみたいね。うん。めっちゃサクサク。食べたいでしょ。うん、食べて食べて。絶対美味しいと思って、カスタード好きな人。うん。うん、行け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 行ブーランジェリーフール富城市ですね。私が買ったパンはフレンチトースト、練乳かコーヒークリームが選べて、糸満のお店で
アンドゴイチゴでいつも練乳のやつ食べてるから、今日はコーヒークリームに入れてもらいました。頼んでからクリームも入れてくれるシステム、初めて。ランちゃんは塩チョコパン、ね、ではいただきます。想像ができない。何ができない？想像。カラッカラッ。うん、うん、何その音。フランスパン、うん、うん、これも結構硬いよ、うん、フランスパンまではいかないと思うけどさ、ぽいと思う。最初微妙と思ったけど、うん、美味しいって。なんじゃないの、うん、終わりって言ったのよ、うん、塩、うん、チョコの味は分からんけど塩の味はしたよ。なんであったかい。あったかいでしょ。ただいま。ただいま。パンを持ち帰り温め直しというレッスンを学んだ、うん。美味しいけど食べるのが大変。チーズクッキービスケットみたいなやつ。中がチーズで外側がクッキー生地、フレンチトーストしか見えないけど、ね、うん、うん、このコーヒークリームが欲しい。これをさ、コッペパンかなんか買ってからさ、うんうん、コッペパンの中に入れてさ、あれ食べたよ自分で、うん、どんなハングリーダーリーの頭の温めて正解だな。うん、ハムチーズとかでも美味しそうだなみたいな、うん、クッキー生地でサクサクしてる。周りは甘いよ、うん、でも中はチーズだから調理パン系の味がするけど美味しいと思う。うん、うまいうまい。フレンチトーストは買ったらすぐ食べた方がいい。なみちゃん、今も今で美味しかったね。クリームがさ、中のパンに浸食してからさ、中が柔らかくなる。16点だけど、うん、あんバター行こうかな。では焼きそばパン、うん、焼きそばパンの上に目玉焼き。周り何のパンかな。ずっしりしてるね、うん、中に焼きそば入ってるんだと思うけど、うん、うん、まあ、いや、これはマヨネーズ。このパン生地のあんバターは初めてと思う。柔らかい？パニーニみたいな。結構入ってるよ。食べかけるだけど。うーん。どう？おいしいけどさ、うん、もう一個食べたかったの迷ってたのがあったさ。チーズの？今日はあれの気分だったんだ。うん。このパン柔らかいの硬いの？ムチムチ。ムチムチ。米がいっぱい食べたいの試してみたいのあったね。ごめんな。アデモック。モーの M がパンになってた。うん。うん。これはちょっと焦げたね。うん。塩も消えるんだね。うん。うん。カッチカチ。一人今日4個。メロンパン。いいいい、4個だね。なんか今日のさ、全部なんか微妙に当たりぐらいのさ。うん。レベル高くない？濃い戦いになっている。うん、濃い戦い、うん、アデモックのナンバーワンカレーパン、うん、出来たてじゃないかけどさ、絶対温め直した方がいいよね、うん、辛い？もうそこまでから結構入ってるし、うん、めっちゃカレーのる。結構たっぷりカレーが入ってる、うん、私がさっき食べたさ、カスタードのもたっぷりだったよね、うん、コーヒー屋さんが作るパンは美味しいかもしれない。でも近隣のパン屋さんはピンチかもしれないね。ああいうチェーン展開してるところは材料費を安く抑えられてると思うからさ、うん、うんうん、肉に良かった。ミンチ？普通の肉、うん、うん。これぐらいの牛肉。うん。
全然結構大きかったね。うん、いいね、早く寝た。今は1位決めたぜ。今日は早い。でも激しい戦いだったでしょ。うん、今日はすいませんが気分でしたね。あ、気分、気分で1位が決まってしまった。気分があると思って、うん、他の日に食べたら他の方がまた美味しかったとかあるよね、うん、絶対ね。じゃあチャーリーの1位。チャーリーの1位はさ、ブーランジェリーフールのフレンチトースト、うん、コーヒークリーム入れてもらった、うん、あれだったみたい。今日カリカリ具合と中のジュワジュワ具合、もうどちらかってコーヒークリームが苦、あんまり甘くなかったんじゃない？苦くもない、もっと甘くてもよかったなと思う方。うん、うん、これぐらいでいいよ、甘さはこれぐらい。糸満対決が来るかもしれない。うん、多分糸満のは練乳だったと思うんだよね、うん、あれをねどうにかしてね、ここのあれらを炒めずに食べる方法がないか小刻みに切るね、一口ずつ食べる、持ち帰ってフォークで切り刻んで、うん、つけながら食べた方がいいかな、うん、いいね、フォークで安全、うん、じゃないと痛い、痛い、うん、ちょっとなんかところどころ生えてる感がある、うん、ちょっと膨らんでくるんじゃない、うん、カレーパンを迷ったんですけどね、カレーパンって言うと思った、うん、でもカレーパンだろう 100% と思ったけどさ、食べる前から、うん、食べてからさ、今日はカレーのパン、カレーパンの気分じゃなかった、気分ね、うん、あのカスタードのやつも美味しかった、うんうん、油っぽい感じはあるけどあれはあれ美味しいと思う、サクサク感が、サクサクと甘さがカスタードもいいぐらいでさ、うん、わかった、うん、あんちゃんの1位は決まってる？なんでしょう、あんちゃんの1位はさ、あのクッキーチーズかさカスタードだと思うわけ。あんバターは今日気分じゃないって言ったかな。クッキーのチーズ、ベーカスタード、カスタードです。うん、意外だね、揚げ物で珍しくね。揚げはさ、そんなに気にならなかったよ、サクサクと、うん、カスタードでごまかされていたって。じゃあこっち並べた時にさっき、なんかさっき美味しいの食べた気がしたけど何だったかなって思い出したって、うん、あれ美味しかったよね、うん、あれかな、うん、あれは今日ナンバーワンだね。うん、あれ僕はもうちょい行ってみる必要があるかな。今度じゃあコーヒー飲んでみようかな。今日はじゃあ南城市と灰原町と富士市、3つ行ってまいりました。来月は多分2回やる、ね、多分じゃないと12月に終わらない。結構残ってたね、うん、当初は北部に行く予定だったんですけど候補がなかなか見つからない。いや、朝起きるのが遅かった、うん、とりあえず8月2回やります。うん、うん、ね、夏休みだしね、うんうん、というわけでパン屋さん巡り7月号でした。名護市以外の北部、名護は決まってるから、女さんより北のところで名護市以外のパン屋さんでおすすめがあったら教えてください、うん、ではよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。